はい、皆さんこんにちは、ワドです。今日は2018年5月の31日、夜中の22時47分です。よろしく。ゆりゆりさんいらっしゃい。音聞こえる？問題ない。こんばんは。もう今日でね、あと1時間ぐらいで終わりっすね。今月もどうでした？5月は皆さん。メガホンプレゼントありがとう。岩田つー、楽しく過ごせました。もう捨て頃も1ヶ月切ったのか。早いな。あっちゅう間だね。すぐだよ、すぐ。アイワードツー、トモさんいらっしゃい。うわ、すげえな、キャスバーめちゃめちゃ人入ってんだ。キャスバーすげえ人いるね。満席だ、満席。今日はすごい人数いる。行かなくてよかったな。とんでもない数いるじゃん今日。これ誰だ？よっさん、ひかるくん。よっさん、ひかるくんしかわかんねえな。めちゃめちゃ混んでるね。今日は朝までって感じかな。席数結構広いよね、こうやって見るとね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、まあ20人ぐらい入るんだ。20人は結構キャパ広いよ。ミズニャンもいるのか。
なんかあれでしょ、雑談たぬきがなくなったんだよね。なんか閉鎖されたとかそんな感じらしいよね。何なんだろう。バグってるっぽいよね。なんかアクセスができないから、ドス攻撃かなんか受けてんじゃねえかな。そんな感じがしたんだよね。はい、ワード2、匿名さんいらっしゃい。アイテムありがとう。あれ、多分、なんかあれだよね。不具合だよね。そんな感じするよね。アクセスができないっていう。SY が言うには自分が潰した もうあれだね、すごいね、妄想がないでしょ。自分が潰したって何？すごいね。田中に頼んで運営に電話したらなくなったと言ってた。田中に頼んで運営に電話したらなくなった。もう訳が分かんないね 何がしたいのか全く分かんないよね。はい、こんばんは。どういうことよ。自分がハッキングしたとかそういうことではないんだね。今日ネット重いね、この時間。何なんだろう。ふふってなる。微笑ましい。ふふって。ふふって。微笑ましいよ。ネットもこれからどうなるんだろうな。あ、解放がサンクスって書いてるね、ちゃんと。解放は今日もサンクスをしてるんだね。偉いね。俺、いいねボタンを押してくれる全員にサンクスっていう書く勇気がないもんな。すごいよね。全員にサンクスって送ってるわけでしょ。ツイッターの使い方間違いすぎだって、みんな。なんでツイートを正しく使えないんだろうね。ツイッターってでも未だに赤字なんだよね。なんかうまいこといかないんだろうな。ツイッターはね、ひろゆきが言ってたけど、全く同じ仕組み考えたことがあるけど、サーバーに負荷がめちゃくちゃかかるって言ってた。だから採算が合わないっていう。なんか、難しいらしいよ、仕組みが。初見さんいらっしゃい。難しいよね、ネットで儲けるっつうのもね。サイト運営、サイト、こういうそのサイトの中だけで採算合わせるみたいなことってあんまりやったことないから、難しいよね。サイトを売ったりとか契約とかするっていうやり方はやったことあるんだけど、サイト内で儲けられるやつは頭いいやつだよな。でもなんかこう普遍的なさ、みんなが楽しめる、なんか
楽しめるサイトを運営するって難しいよね、本当に。だから Google がその広告料を払うっていう目の付けどころはすごかったような。みんながどのサイトも Google に依存したわけだもんね、結局ね。やっぱ王道を取ると勝てるんだ。でもさ、10年20年前にさ、 Google がこんだけすごい会社になるって誰も想像してなかったよね。なんか Google のアルゴリズムって大学のレポート、論文の引用の仕方を参考にしたらしいんだよ。なんか世の中にはさ、大学教授が書くさ、あの論文っていうのがもう無限に近い数があるわけでしょ。とんでもない数の論文があるわけだ。で、いい情報悪い情報っていうのがもちろんあるわけなんだけど、何をもっていいとされるかっていうところで、論文は引用の数が多ければ多いこといい論文なんだって、っていうふうにされてるんだって、学会では。要は他の理論を組み立てる時の基礎理論みたいな感じで、この論文の発展系みたいな感じで使われるっていうことは一応いい論文なんじゃないかっていう、そう考え方をもとにして、Google のアルゴリズムを作ったんだよね。ねえ、ただの検索サイトぐらいにしか思ってなかったよね。 Google の理念なんだったっけな、世の中に出回ってるネットの全ての情報を統合するみたいなことを言ってたんだよね。だから遠くを、一番遠くを見てたのが Google だったんだよ、そのネット黎明期の頃。便利にするとかそういう小さいことじゃなかったんだよね。いや、目的が遠いからやることがその抽象的であればあるほどやっぱ遠くなるわけだから。あー、コメントごめんごめん、忘れてた。なんか足んないなと思ったら、そういうことか、ありがとう、忘れてたよ。こうやがね、結構コメント小さく表示するんだよね。もう Google は国でしょっていうよりも、国家を築けるじゃなくて、 Google はすでに国だと思ってる。俺は現在国家でしょ。もう下手な小さい国よりも、力があるわけじゃん。やろうと思ったらもう何でもできるわけじゃん。一回さ、日本のネットがすげえ遅くなったことあったじゃん、全体的に。あれ Google サーバーのなんか誤作動でしょ。あれ多分ね、社会実験なんだと思うんだよ、 Google がわざとやった。要はどれくらい影響を及ぼせるのかっていう。下手に軍隊持ってるより強いかんな、 Google は。だからさ、 Google が持ってるビッグデータとかをさ、解析するとさ、何でもわかると思うんだよ。怖いよ本当に。日本人はヤフーと、まだヤフー強いらしいよね。なんでヤフー使うんだろう。ヤフー使う意味がわかんないよね。背中かゆいね。っていうか、なんか皮膚が夏場になると皮膚がボロボロになるんだよね、汗もんみたいなので。かゆい、全身。皮膚弱いんだよ。まあ、今 Google もう欠かせなくなってるもんな。 Google はどこ行くんだろう本当に。 Google は本当すごいね。孫の手が欲しい。あ、孫の手使ったことないな俺。結構ね、背中ガーって意外と届く、孫の手使ったことないね。Google ってどんな産業に手出してるんだろう。Google が手出してる産業面白そう、調べようか。 Google 事業、 Google の事業一覧、 Google のサービス。
Google、 何なんだろうこれ。失敗してるのもあるよね。翻訳、マップ、検索。俺ね、翻訳はかなりキーだと思ってるよ、これ。これはすごいでかいね。まあ、マップはこれ、あれだよね。自動運転とかと連動してるよね。てか、まあ、マップはもうシェア取ってる。うん、まあ、YouTube。Google Play Music。この辺はまあ、いいとして。うん、スマートフォンカメラ。これなんだろう、バーチャルリアリティをどこにいても楽しめる。これなんなんだろうな。お、スマホにマウントヘッドすんのか。いや、これスマホっぽいね、なんか。うん、何なんだろう。さあ体感しよう、ドリームビュー、うん、VR の世界。フードさんこんばんは。ソフトで軽くて快適な装着感。いや、ネットに支配されてるでしょ現在。現在されてるでしょ。おお、すげえすげえ、こんなんできんだ。スマホで VR できんな。ちょっと楽しそうじゃない、これ。これ楽しそうだな。うん、Chrome でテレビにつなげて、ほう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 。VR。夢の世界を体験しよう。うん、なるほど、こんなんもやってんだね。ギャラクシー iPhone には対応してないんだね。知らなかったな。スマホはすごいよな、こう考えると。まあまあ、もうなくなるだろうね。あと G メールもシェア取ってるし。 Google プラスは失敗だね。 Facebook やりたかったんだろうけど、俺これすげえなと思ったんだけどね。なんか Twitter とか Facebook とかもなんだかんだ SNS が多すぎて統合するようなもの出てほしいと思ってて、俺 Google プラスが天下取ると思ってたけど全然だったね。 Apple 仲悪いどころじゃないよ。だってその Amazon とアップルとグーグルとかってやりたいことが一緒なんだもん。完全に被ってるんだもん。仲悪いとかじゃなくてライバルでしょ、どう考えても。まあまあ、実際スティーブ・ジョブズとね、あのビル・ゲイツはライバルだったしね、もともと部下だったけど。エルビンこんばんは。うん、ただあれだよね、やっぱアップルのジョブズの考え方、あの先輩のアドバイスを忠実に守ったんだよね。あの優秀なソフトウェアを開発したかったらハードウェアを持てって言われたらしいの。で、あの他の会社はソフトウェアばっかり開発してたんだけど、あのアップルだけなんだよね。あのベンチャー系なんだけどハードウェアを持つっていうのにこだわったのが、要はパソコンとかハードを必ず出してたでしょ。でハードを売れるようになるとやっぱソフトウェアのシェア率取れるっていうのを分かってたんだよね、昔の IT の人が。あ、そこはアップルがやっぱ強いところだなと思ったね。あとそのやっぱりさ、工場労働者とかいろんなところとつながっていくわけじゃん。いや、俺これがすごいと思ったね。ドキュメント、スプレッドシート、スライド、ドライブ、俺はここもないと困るレベルになってる。要はワード、エクセルなんだけど、ワード、エクセル、プレゼンテーション、あの、パワーポイントなんだけど、あの、ワードとエクセル開発した人間を引き抜いて、今、独自のプログラムで作ってんだけど、これすごいよ。これは半端じゃない。で、まあ、この辺が一番儲かってるやつだよね。アドワーズ、アドセンス、アナリティクス。この辺が一番儲かってるやつ。っていうか、もうこれが主軸でしょ。
まあ、他にもいっぱいあるね。よくここ見るとね、面白いのがいっぱいある。これね、YouTube ライブのテスト用のやつ、テストっていうか、2個3個同時に作るんだよね、なぜか。ハングアウトって、チャットかなんかかな。チャットかなんかの機能を最初はライブに転用してたんだけど、これもう多分なくなると思う、ね、ハングアウトは。Excel すごいよ、これは。スプレッドシート半端じゃないよ。ドキュメントスプレッドシート。ただで使えて、何がすごいかっていうと、クラウドのサービスだから、例えばここにいる、58人が全員で編集できるの。同時にできるの、ワードもエクセルも。そこがすごい、とにかく。ハングアウトね、3年ぐらい前に俺も使ってたね。これで、ほんとね、びっくりするよ。スプレッドシートは。Excel をさ、一人で編集して、まあ、誰かにデータ移してとか、そういうやり方じゃないのよ、もはや。みんなでアクセスして、みんなで編集するの。だから、作業効率が半端じゃなくいいのよ、これ。スプレッドシート。しかもね、アクセスっていう機能もついてんのかな。で、最近ね、改良されて、その中のコード自体も変えられるようになったらしいの。だから今ね、多分これからはワードエクセル覚えてますじゃなくて、スプレッドシートをどれくらい使えますっていうのが、同時編集。簡単に言うと、まあ、スプレッドシートクリックしようか。スプレッドシート。スプレッドシートクリックできないな。まあ、簡単に言うと、エクセルなんだけど、全員で編集できるの。ちょ、見てみようか、じゃあ。ちょっと待って。これが俺のスプレッドシートかな。これが俺のスプレッドシートなんだけど、例えば、こういう月間予算とかあるじゃん。クリックするテンプレートはもうこれがあんの。で、この中に Google アカウント持ってる人が編集に携われるの、同時に。そう、会社内の分業でアクセスできるっていう。だからもうめちゃめちゃ効率いいよ、これ。とんでもない。もうこれがメインになるんじゃないかっていうのが俺の読み。てか、まあ、企業で結構使ってるところ多いよね、今。はい、カイホいらっしゃい。ポッポちゃんいらっしゃい。すごいね。まあ、個人で使う分には、まあまあ、オフィス、ね、だからオフィスを開発した人間を引き抜いたの。で、Google 用に作ってんの。で、トゥードゥーリストとかもテンプレートあるから。で、タスク管理とかもできるよね。リーマンじゃないからパッとしない。個人、俺は日報これでつけてるかな。あと、例えばなんだけど、グループで、まあ個人事業でもさ、チームを組んで何かやるときっていう風になのがあるじゃん。で、今までだったら、社内、なんつうんだろう、俺がよく使ってるのは、LINE とかで電話をしながら、これを共同編集する。で、資料を作るときとかはそういうふうに、ここを変えてっていう作業をもう自分が手こ入れしちゃうっていう、お互いに。で、ここをこうしようって電話しながらやるとか、あと、Gmail と連動させると、これ、フォームになるの。だから、アンケートフォームとかさ、お問い合わせとかあるじゃん。そういうのにも使えるのね、これ。だから、すごいよ、とにかく。なんか、とにかくもう Google がないと仕事にならんっていうぐらいすごい。半端じゃないよね。新しい PC 欲しいの。俺もパソコン欲しいな。新しいやつ。いや、カメラ買おうか、いまだに迷ってるからね。もう買うべきなんだろうけどね、カメラは。まあ、リーマンじゃなくてもすごく便利だよ、やっぱり。どう便利なのかっていうのは使ってみないとね、
伝えづらいんだけど、とにかくネットさえつながってれば別端末でも入れるから、欲しいカメラはね、α7 っていうカメラだね。ミラーレスっていう、ミラーレス一眼っていうやつなんだけど、もう誰、ね、2チャンネラーですら、一眼レフってミラーレスって今叩かれてて絶対ないって言われてたんだけど、ミラーレスだったらもう α7 っていうのは、その、カメラオタクたちも言ってるぐらいだから、23万ぐらい本体が。で、レンズも20万ぐらいするから、必然的にもうスタートの時点で40万かかるのね。で、今度、そのカメラを編集するパソコンっていうのが必要だから、もう100万規模でかかるの。あ、ログアウトしない方がいいね、絶対ね。まあ、高いね、ちょっと。ただまあ、財産にはなるっていうか、スキルアップっていうかね、あれにはなるから。メーカーはソニーだね。ソニー α7 っていうところなんだ、やつなんだけど。で、ウェブにもまあ使えるし、動画編集にも使えるから、まあ、動画に強い、カメラなんだよね。ただ、使いこなせないかもしれないじゃん。コストパフォーマンスをすげえ計算してる。だから例えばその100万近く投資したとして、その、じゃあ100万の効果が出るのかっていう。難しいじゃん。後追いで無理なんだよね、それが。ソニーがなんですごいかっていうと、ソニーが内部の開発をずっとやってるんだって、なんつうの。なんか、特許持ってるんだって。キャノンとかなんとかだっつっても、結局ソニーのパーツ使ってんだけど、要はソニーがね、ミラーレスっていうのはもう、なんつうの、ダメだよってみんな、一眼レフだよ、一眼レフだよって言ってたんだけど、要は、なんかそこを風穴開けたみたいな感じなんだよね。俺もカメラのことよくわかんないからあれなんだけど。でもプロのカメラマンの人も、すごいいいって言ってて、一台買おうと思ってたぐらいだって言ってたから。まあ、すごい迷うよな。まあ、もともと写真が好きだっていうのと、ほら、映画を撮りたいっていうのが自分の中であったから、それの、やっぱ実用機っていうのを持ってないとっていう、まあまあ、カメラは別に今あるんだけど、もうその表現の幅が、もう今の機材はストップだと思ってんの。使いこなしちゃってるから。で、これ以上を求めるんだったら、もう一眼レフ買うしかないっていうところまで来たの。いや、入門機が、それがね、これね、ビリーさんね、面白い、いいんだけど、iPhone って、実はカメラ性能めちゃめちゃいいの。みんな知ってた？ iPhone ってね、3万円とか4万円とかのカメラと怒涛ぐらいの、実はカメラレベルなのよ。だから、下手なコンパクトカメラみたいなものを買っても、iPhone で十分なのね。で、今度10万円ぐらいのものを、じゃあ入門機って10万、15万とかなんだけど、そこまでいいものが撮れるわけでもないのよ。だったら iPhone でよくねっていう。で、それこそ今使ってるウェブカメラでよくねって。これ 4K 撮れるから。だからね、難しいんだよ、難しいの。だからもうやるんだったらプロ用のいっちゃった方がいいと思ってるの。ただプロ用だと価格がぶっ跳ねるから、どうなんだろうっていう。そう、難しい判断なんだよ。はい、キツネさんいらっしゃい。今月50万いってないかな。 今月50万いってないね。アルファ7の前の世代のやつだったら俺は魅力はあんま感じないかな。やっぱ性能が全然違うっていうか。買うんだったらアルファ7かな、俺は。正直ね。まあでもね、結局何をどう使うのかが問題だから、難しいよ、こればっかり。多分まだしばらく買わないと思うけど。
でもね、俺正直言うとね、もう配信は頭打ちだと思ってるんだよ。今後活動していく上で。だからね、変な話なんだけど、これからは YouTube だと思ってて。PC はね、Mac だね。Mac。MacBook Pro だね。そうだね。それか、筒形状の Mac。なんて言うんだろう。デスクトップだね。まあまあ、それはね、別に、MacBook Pro でも全然編集は可能だから、それはもう確定なんだけど。夜ご飯お味噌汁。いってらっしゃい。YouTube、そう、もうね、要は、リスナーの人口がもう限界だと思ってて。そう。で、ぶっちゃけ、この中で、俺、配信は大好きだから、そこ勘違いしないでね。ディスではないから。これはもう事実だから。冷静に分析して。結局なんだけど、今、あ、これカバンだよ、カバンだよ。これはヘルツっていう、もう一生ものだと思って。それこそ、これは買いだったね、本当に。もう、カバン、メインのカバンですね、僕の。トレードマークというか。みんな若つ。アイテムありがとうね、ハンニバルさん。これはカバンですよ。僕のメインのカバンですね。一生ものです。一生使えるからね、本当に。で、まあ、なんでかっていうと、配信は確かにこれからも伸びていく。で、良くなった。だけど、実際にリスナーの数が増えたかっていう話なの。増えてないのよ。もうこれが答えだと思ってて。はい、ブリーンいらっしゃい、こんばんは。アイテムありがとう。だから、どういうことかっていうと、配信者の参加していくわけでしょ。で、その中で、まあまあいいポジションにはつかせてもらってると思うのよ。だけど、この中でずっとこの戦いをやっていくのかっていうのが苦しくなってる。俺の中で。続けていって成長していかないんだったら意味がないと思っていて。そう、ライブ配信には限界があって、やっぱり特定の人が見るものっていうのは変わらないと思うの。やっぱりさ、社会人の人とか見たらわかるんだけど、5分の時間、10分の時間しかないわけよ。みんながみんな。で、コンテンツの質がどん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 上がっていってんの。ABEMATV とかを見ていっても。で、その中で生放送の、面白いところじゃどこなのって言ったら、結局は俺、神回って呼ばれてる警察沙汰とか殴ったとか、アクシデント的なものしか受けないと思ってるんだよ。で、それをやってたらやっぱ深夜っちょになっちゃうなと思ってて。で、YouTube に移行はもうずーっと1年間ぐらい考えてるよ。で、すごく難しいんだよ、それって。っていうのも、YouTuber になるっていうよりもね、俺もっと根本的なところから変えようと思っていて、自分のことを。これはね、すごく難しい。だから YouTube ライブとかね、YouTube っていうところじゃないと思っていて、もうそこもあるんだけど、最初はそこだと思って気づいたんだけど、結局、男官塾の制作のスタッフの方に何を教わってるかっていうと、結局、このままだと俺10年後、20年後ダメだっていう、ごめんね。なかなか伝わらないと思うけど、もっと深い問題意識を持ってるわけ。要は、俺の最初の目標っていうのは、食えるようになることだったの。で、実際食えてるわけですよ。今、3年間苦しかったけど、みんなのおかげで食わせてもらえてるようになった。だけど、これを50年後続けるかっていうと、続けられると思うの、正直。そこになるんだよ。そういうこと。どういうことかっていうと、映画撮った方がいいってアドバイスをもらってんの。話が散らかってて、全部つながってるんだよ。今、順番がさ、こう、ぐちゃぐちゃになってるけど、コメントを拾ってるから。結局、作品を残した方がいいっていうアドバイスを受けたの。で、なんでかっていうと、和道さんがやってること、やりたいこととか、やりたいことすごくわかると。で、やる、こう、自分の持ってるビジョンとかもわかると。
だけど生放送では無理って言われた。要は、なんで映画っていいのかとか作品っていいのか、なんて言うんだっけ、ポートフォリオって言うんだっけ、ポートフォリオで合ってる。要は作品として出すと叩かれないんだって。だから作品を叩く人はいるの。でも作った作家は作品だから叩きようがないじゃん。こういう表現の仕方の方が俺ありだと思うよって言われたの。いや、ドカンと稼ぐとかいうよりも、今の活動を積み重ねていって、得たいものが得れるのかっていうと、俺はハテナマークがあるの。でしょ？確かに。作品の良し悪しになるのよ。作品の。映画とかもそうだし、自分の活動そのものを YouTube に上げた方がいいんじゃないかっていう。で、上げるのも、今ってさ、毎日毎日5分の動画を3本上げる勝負みたいなことやってるけど、そうじゃなくて、作品を上げていく時代に俺変わっていくと思うの。ダンカン塾も、その中の俺のね、活動のトライの中の一つなんだけど、要は、やりたいことが40代、50代とかにできてればいいのよ、俺は。本当にやりたいことがね。で、30代で今こうやって食えるようになったのはすごくいいことだと思ってるんだけど、これを50代でやることじゃないでしょ。40代でやることじゃないでしょっていう危機感を持ってるの。すごく。要は、1個クリアしたものなんだよ、俺の中で。生活保護から収入がこうあって、たくさんの人たちに出会えて。で、これをそのまま潰すのか、要は俺、うなちゃんマンみたいになりたくないのね。一言で言うと、佐野みたいになりたくないのよ。すごく。とても。そう。だから、次に行かないと、次に行かないと、今応援してくれてる人にも恩返しできないしね。新しい表現っていうよりもね、本当にやりたいことは何なのかっていう、自分が何のために生まれて、残された時間で何を残せるのか、何をやりたいのかっていう、名前出すのやめなさい、すみません。ちょっとね、あんまりにもかっこ悪いから。いや、見えたのっていう、見えてないんだよ。 見えてない。そう、俺はだからいつも言ってるけどさ、配信っていうのはツールだっていう。だから俺、配信者は好きだよ。配信も好きなの。だけど、配信に依存してるようにしか見えないの、配信者が。で、今はバブルだからいいよ。で、まだまだ伸びていくと思うの、もう少しぐらい。だけど、どう考えてもやっぱり、ごく一部の人がやっぱ稼ぐだけだと思ってんのよ。いや、完全に過去の人でしょ。完全に過去の人だよ。で、配信そのものにも限界があると思ってんの、俺は。配信そのもの。このカバンはね、ヘルツっていうブランドですね。ヘルツ。渋谷ヘルツです。だから、もっと次のステージに行かないとダメだなっていう。だから俺ね、エミさんはうまくやったと思ってんの。いや、配信をきっかけにブロガーになって、ブロガーから漫画家になったわけじゃん。俺、あれは正しい判断だったと思ってて。いや、どこが頭打ちか、蓋開けてみないとダメだから、その憶測を入れたらダメだと思ってんの。どこが、実際だからさ、ずっと終わる、潰れる、潰れるって言って伸び続けてるわけよ、ふわっちは。だから、伸びてるし、収入も上がってる人が多いから、間違いなくバブルの最中なんだよ。ただ、バブルって、みんな経験あるかどうか分かんないんだけど、バブルの中にいる時っていうのは、どこがバブルの終わりか分からなかったの。でしょ？弾けてみてバブルって初めて分かるの。バブルだったんだっていう。だから今、バブルのピークなのかどうかは分かんない。バブルなのは分かってるの。だけど、ここにぬるま湯でずっと使って一生続くんだ、安泰だってやってるやつは多分死ぬと思ってるの。とんでもないく、だって金遣いとか金銭感覚狂ってるわけでしょ、実際。みんながみんな、配信者が。もうおかしいじゃん、どう見たって。普通の人がどう見たっておかしいじゃん。毎日飲んだくれて、毎日焼肉食って、毎日遊んで、いい服着て。俺はこれおかしいと思うもん。
だから絶対そのバブルっていうのが能力、要は能力の高い人、本当に喋れる人、本当に面白い人、本当にクリエイティブな人が生き残ると俺は思ってるから、長い目で見たら。だからぶっちゃけた話、みんなもさ、最近アイテム飛ばないの全体的になんだけど、それね、アイテム投げることが珍しかったから、楽しかったから投げてたでしょ、みんな。最近投げるの止まってるでしょ。なんかもう、本当に好きな人にしか投げなくなってきたでしょ。テンションとノリで投げなくなってきたから、だんだんね、厳しくなってくると思うよ。いや、実際だから、キャスも始めた、ニコ生も始めたってなってくから、弾けるとは思わないけど、バブルは終わるよね。通常に戻るよね。で、その中で勝負するのどうなんだろうっていう。俺はね、やっぱりね、俺の中ではだよ。今は仕事メインだけど、これのバランスをね、1日1時間2時間やるぐらいに変えたい。要は続けるけれども、主軸をちょっと投資する、時間を投資する先を変えたいね。ありがとう、相手もありがとう。っていうのはあるな。だってさ、何が悲しいかっていうとさ、どんだけ配信頑張っても喋るスキルとか人間力みたいなのが上がってくよ、向上心さえあれば。決まった時間はね、ちょっと考えてない。シフトさせたいね。ニオルさん、バカありがとう。っていうのも、何が悲しいのかっていうと、この世界ってどんだけ頑張っても作品としての評価ないから。俺は、だから遠い目で見たら、俺は映画監督になるのが一番の夢だから。それは、マウイさん知らないかもしれないけど、俺、子供の頃、生まれて初めて持った夢っていうのが映画監督の。で、それはみんなが言ってるカンヌとかに出る映画とかじゃないの。俺の中で映画って、俺の中の概念の映画を撮りたいの。で、今ってさ、すごく、まあ、AV は、だから、ネタね。本当の、まあ、やりたいのはやりたいんだけど、俺の中では企画みたいな感じよ。一個できたら面白いな、みたいな。遊びね。な、本当に志があるのは映像作品を作りたいの。いや、AV はマジで仕事来たんだよ、一回。難しいよね、本当に。だから、本来、仕事を持ってる人が趣味でお小遣い稼ぎでやって、こう回すっていうのが俺配信だと思ってんのよ。これをメインでどっぷりやるっていうのは、やっぱね、なんか、こじきってなっちゃうんだよね。俺はドキュメンタリー撮りたいね。まあ別に創作ものでもいいと思ってるけど。そこは別に、何でもいいと思ってる。やりたいも、撮りたいものを撮ればいいから。亀尾さんはどっち？男優じゃない、監督。まあ、だからね、仕事の依頼が来ても俺喋っちゃうじゃん。で、その人がいなくなっちゃうことって結構あるのよ。もう流れちゃったんだけど、完全に。和藤さんで AV 撮りたいって言って、その人プロデューサーなんだけど、 AV 業界の。その人が言ってたのは、いろんな配信者の監督シリーズを作りたいって言って、デマンドとかにプレゼン打ってるって言って、で、第1弾に撮ってもらえないって言われてたの、2、3ヶ月後にって。あ、テンション涙いいんだ。別にね、映画で食ってきたいとか、映画で儲けたいっていうのはないのよ。自分のファン、俺の、まあ、キャッシュフローで言うなら、10万人ぐらいのフォロワーがいたら、絶対食ってける自信があるの。和道のこと好きって言って、 SNS で何かしら10万人、Twitter でも Facebook でも何でもいいの、YouTube でも。10万人いたら絶対食えることは食えるじゃん。絶対に誰かが投げてくれるから。絶対その T シャツのステッカーでも何でも食えるんだよ、10万人いたら。だからそこは別に10万人にフォローされるようなことをすればいいと思ってて、儲けたいとかはないの。この10万人が面白いっていうことをやりたいの。まあ今4000人だからね、あんまりでかく言うとアンチが怒るんだけど。まあだから、そうそう、機材も別に iPhone で撮れるからね、今の時代。だから限界はあるわけじゃん。まあなんか、簡単に言うとね、将来が不安なんだよ、今。もう働きとかサラリーマンっていう選択肢は俺の中で排除してるから。
でもね、実際減ってるんだよ、今月。いや、取りたい構想はあるの。ただね、やっぱりね、一人の限界っていうのを感じ始めてるね、最近は。一人で何かをやろうとすると限界が必ず来るの。そう。だから、器用貧乏な方じゃん。フォトショップ使える、動画の編集もできる、演者もできる、何でもできる。何でもできるけど、突出したものはないわけだから。何を表現したいのかあるよ。あるよ。俺はね、どちらかっていうと、番組的ではない。番組的なことをやるのは、男官塾の方を見てって感じ。俺はどちらかっていうと、ラジオとか電話とかに近い。みんなと、こう、本音で話して、こう、まとまってない。泳がせてるから。でもね、広く浅くでいいと思ってんの。それは俺のライフスタイルだから。広く浅くでいいと思ってんの。だからいろんなものが見えるっていうか、気づけるっていうのは特性だから。これはもう俺のね、人間性の問題だから、それでいいんだよ。そこ変えてもしょうがないから。いや、難しいよ。33だから、あと30年は生きないといけないんだ。食ってかないといけないんだもん。何かしらで。で、俺の場合ね、保証なんかないわけだから、一生涯働き続けないといけないわけだから。ねえ、誰も保証してくんねえよ。難しいよな。この BGM はスムースフリクションだね。心配とか不安っていうのは絶対切り離せないよ。切り離せないよ。まあ、もちろん、寿命を全うするっていう、スムースフリクション。いつ死ぬかはね、本当に分かんないけど、何に命を使うのかっていうのはやっぱ大事でしょ。時間が命そのものだと思ってるから。やっぱさ、その作品を残すっていうことはすごく大事だよな。ものとして、やっぱその配信は作品になりえないんだよね。表現になっちゃうんだよね、どうしても。なライブだよね、まさに。これはこれ大好きなんだけどね。もう極めたかなと思ってて、もう結構納得いってるんだよね。やれること全部やったなっていう。
思ってた以上の結果を出したつもりなんだよね、自分の中では。で、先が見えた、もう完全に配信は。でも、なんでこんだけその考えてるかっていうと、努力をするのは大前提なわけじゃん。活動したり時間を投資したりするのは大前提なんだけど、正しい判断とか正しい選択をしなかったら無駄な時間を過ごすことになるわけだよ。やってる人もいたけど、俺がね、やっぱね、3年4年ぐらい前にこの人たちいいなと思ったのはバイスだね。バイスは結構理想系だったかな。今バイスどうなってるんだろうな。あとはその映像表現やるにしても何にしても自分のそのフィールドを持つっていうのがすごい大事だと思ってて、どこをフィールドにするのかっていう、どこが人よりも強いですよっていう、どこが売りですよっていう、そういうのが大事かな。せっかく手に入れたね、自由な時間とね、自由を手に入れたわけだから、これを生かさない手はないよね。本当に。でもまあ、リスナーさんで言ってる人いたけど、何を撮るのかだと思ってて。機材はあんま関係ないよね。だから、いや、関係あるんだけど、使いこなすかどうか。いや、自分の声あんま好きじゃないよ、俺。最近でも言われなくなったよね。昔結構ふわっちで和道さんの声好きって言われてたけど、あ、だからね、結局ね、漫画に対するコンプレックスなんだよ。漫画とかね、絵を描きたいっていうのがあるんだけど、自分の中に絵が絶望的にまず下手なんだよ。俺が絵を描けないっていうのにコンプレックスがすごくあるの、だから、いやー、カメラね。で、頭の中に完全に映像とストーリーが入ってるのよ。こういうものが撮りたいっていう。で、誰もやってないんだよ。ただ、それを具現化する方法がわからないんだよ。自分の中で。カメラはだから、さっきも言ったけど、ソニーの α7 なんだけど、完全にやりたいことが見えてるのに、やり方が分かんない。すげえもどかしい。ネタはある。形にするのはすごく難しいよね、やっぱりね。なんかそう、頭の中にあるものを見せないといけないわけじゃん、完璧な形で。だからね、 Mac で一回テストでやったんだよな、 Mac で。でもね、やっぱりね、フリーソフトの限界があるんだよね。
こうやってこうやってこうやってやればこの理論だとこうなるでしょっていうのはあるんだけど、フルサイズだね。まあ、レンズもなんか20万ぐらいかかるって言われてる。なんか俺がやりたいのは単眼っていうやつなんかな。なんかその単眼とかって言ってたね。6月入るね、もうね。単眼っていうの。梅雨が来るね。ズームとかないらしいよね。わかんない。なんか忘れちゃった。5月病なのかな？俺5月病ってならないんだよね。あ、ちょっと、いや、3年のバイオリズムがあって、ちょっとメタモルフォーゼの時期が来たよね。またさなぎに戻る。そうだよ、桜を見る数も限りが出てきたんだよ。こんなこと考えなかったよ、昔は。あと何回桜が見れるのかって折り返してきたから。いや、メタモルフォーゼ大事だよ。カオスは笑ってるけど、前回カオスに話した時のメタモルフォーゼで変わったでしょ、実際。今気づかないかもしれないけど、実は今の俺っていうのはもう完全に羽化してる状態の。そう。あの時は笑われたけど。メタモルフォーゼで羽ばたいてるわけですよ。ただ、この進化だとまだ足りない。俺の中では。まだ足りない。次だよ、次。あ、じゃあカオスがバカにしたっていうことじゃないよ。周りがってことよ。どんどん先行くからね。ついてこれないやつを置いてくんだよ。いや、別にいつでもいいなと思ってるんだけど、俺がだから今日だって決めた日だよね。今買うわって言った日だよ。今買おうと思ったら。全般取るね。何でも取る。欲しいとき。ただ安い買い物じゃないからね。怖いよ。はい、ハムカツさん、こんばんは。いや、値切れるかとかそういうところは別にどうでもいい。 そんな2、3万の差でしょ。そこは別になんかこだわりないかな。そういう小さい話じゃない。 そうじゃなくて、俺がそのカメラで腹くくるかみたいなところで迷ってる。他にもっと有効な使い方があるかもしれないじゃん。金は稼ぐより使う方が難しい。
こんばんは。俺もね、何買おうかって思ってたんだけど。いや、それこそね、投資とかにも使える金額だからね、試せんに。だからね、なんかね、生放送ってさ、その瞬間だけを頑張る感じ。でもね、やっぱりね、そう、2年3年かけてるわけですよ。アーティストって言われてる人たちは。1個の作品。やっぱ1個の作品バーって作って5年間ぐらい遊ぶじゃん、みんな。ああいう生き方憧れるんだよね。2年間何かに没頭して、そう、2年間分のクオリティで勝負するわけだから、やっぱいいものができるわけじゃん。かっこいいよね。何かにこうどっぷり集中したいんだよね。2年間かけてブワーって作り込んで、で蓋開けてみたい。でそれがこけた時の絶望ってやっぱすごいよね。 いや、ファイナルゲームもそうでしょ。ゲームも2年3年のサイクルでしょ。アニメもそうでしょ。アニメは作りながらか、漫画とか。まあまあ、そう、作り手によるかもしんないけど。なんかコツ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 作ってみたいよな。なんか今、バーチャル YouTuber とかすごいらしいよね。まあでも、なんかそうなるよなっていう。バーチャル YouTuber。ねえ、おっさん、ハゲたおっさんが喋ってるよりも、可愛い萌え声の女の子に喋らす方が数字取れるもんね。絆愛とかね。見たことないけど、見てみようかな。絆愛。どんな感じなんだろう。これか。絆愛。コメントがすごいんだ。見てみるわ。見たことない。ハマったらどうしよう。ハマったらどうする。これ生放送でやってんの？これでしょ？見てみよバーチャル YouTuber、キズナアイです。もうご存知の皆さんもいるかと思いますが、私、キズナアイ、この度プロジェクトアップデートに参加することが決定しました。詳細は概要欄から公式ウェブサイトをご覧ください。
もっとたくさんの人とつながりたいからです。そのためには人間の皆さんとの協力が絶対に必要だと思ってます。それを強く感じたのは3月18日の YouTube。 いや だから勝てないよ。いやだからこういうことだよ。うん、多分そのもう要はさ、こういう時代なわけじゃん。これアニメをさ生でやってるわけでしょ結局。いやいやこれすごいよ。あの誰が見るんだじゃないよ、これ結構すごいことやってるよ。要はいや俺はすごいと思うよこれ。YouTube スペースでの100万人達成記念イベントで、あのイベントは私にとってすごく大きな挑戦でした。人間の皆さんと一緒になって、あのね、何がすごいかっていうと、あのじゃあさ女生主と比較したらわかるけど劣化しないんだよこいつら。それわかる？同業だと思ってみるとわかるんだけど、生主の俺らは劣化するんだよ必ず。いやもちろん良くなることもあるよ、時間を経ることによって。うん、意外な目で見てる、意外なもの見てるか。だからそうそう、ニュースキャスターにもできちゃうし、汎用性の高いタレントなんだよこれって。そうリアルタイム処理でできるわけでしょ。でこれおっさんが喋ってるのか、コメント打ってるのをさ喋らせてるわけでしょ。要はボイスチェンジャーではないよね多分。カタ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 コメント打ったら喋るプログラムでしょ。今あるんだ、やってるんだ。いやこれすごいと思うよ。で CG も書いてるから要は動くわけでしょ、コマンド打ったら。そのパターンに沿って笑ったり泣いたりっていうのをやってくれるわけでしょ。できました。ここで思ったのは、人間の皆さんと協力することで、いやこれすごいよ。でこれ多分個人のオタクがやってるわけじゃん。これアニメーター泣かせでもあると思ってるよ。この方法自体はディズニーがやってる。俺ディズニーがやってるのは見たことない。だからそれアニメーションでしょ言ってるのって。で以前雑誌のインタビューで、ディズナーイフェスを実現するためには人間の皆さんと協力しないとだって、こいつが花火ありがとうって言ったら俺勝てる気しないもんこいつの花火ありがとうの方が絶対花火上がるもん。これ会社なんだ、もう3000人も3000種類いんのこいつが、すげえな。だからこれからはプロジェクトアップデートのサポートを通じて、さらにいろんなことを実現していけたらなって。いやこれはすごいな。いやこれはすごいよ、あのすごいよ。これ多分日本しかやってないでしょ、これスタンダードになると思うよ。あいやこれすごいね。そう、増えるっていうか、どん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 精査されてくんだろうな。要はさ、あの俺らの仕事ってこういうことじゃん。まあ配信が仕事と仮定するなら、そのいかにそのキャラクター作り込むかってことでしょ。でもさ、そのキャラを作り込むっていうことを考えたらさ、二次元には勝てないよやっぱり。だからあれでしょ、 CG のやつでしょ、あのフリーソフトの。それとはね、俺ねちょっと概念がやっぱり違うと思ってんだよね。でだから学校の先生こんな感じにできるんだって。これって要は何でも側を選べるようにもなれるんだって。いやだからあれでしょ、フリーソフトっつうか買うやつでしょ。要は喋ってるのに口がこうやって動くってことでしょ。要はさ、それって何かっていうとさ、あ人形劇なんだよただの。これわかる？これだよ、昔からある人形劇なんだよのすごいレベル高いバージョン。
これの怖さ分かってない。なんでかっていうと、その萌え声の稼ぎまくってるさ、やつらに絵が動くんだよ。わかる？あれ中身気持ち悪いおっさんだから、みんな顔隠してんだから、うん、あーすごいね、そこまでなんだ。じゃあ演じてるわけだ、こうやってニコってやっておっさんが。あーすごいわ、そういうシステムなんだ。すげーわ、体もトラッキングすんだ。部屋の中でおじさんが動いてんだじゃん。いやーとんでもないね、広角機動隊の世界じゃん完全に。いやー恐ろしいわこれ。スマホ版ってみんなで集まってチャットとかできる。マキルほんと新しいの知ってるよね。いやーやっぱね、この世界で勝負したらダメだよ。いやもうほんとね、ほんとに焦る。最近焦りがいっぱい来る。もういろんなものが見える。そしていろんな不安が襲ってくる。うん、まあそうっぽいよね。横向いたりこうするだけだもんね。口は動いてるけどね、音に合わせて。すごい時代だな、ほんと引くわ。ほんと引くわ。いやほんとにね、どうやって生き残っていくかっつうのはほんとにみんなが思ってる100倍ぐらい辛いからね。いや究極系だよ、究極系人間にしかできないことがある。それは何かって、もう自分自身を商品にしちゃえばいいの。もうそれが生主なんだよ結局俺らの優位なところねはそこなの。自分をブランディングうまくして、自分を商品自体にしちゃったら勝てるんだよ、 うまくやればね。でそこの勝負が怖いっつってんの俺。うん、魑魅魍魎の世界だから。いやだから 1% 入ってんだよ現状。現状間違いなく配信者の中で 1% 入ってるんだけど、そう 1% の中でトップかっつったら全然トップじゃないのよ。でこの勝負を続けても 1% の生存競争俺勝てるよ、正直言うよ俺勝てるよ。ただ天下は取れないと思ってんの、わかるでしょこれ。俺多分10年間配信やっても10年間このまんま維持できるよ。ただそのじゃあトップ走ってるか、石川紀之とか野田総理とかと殴り合ってやつらに勝てるかっていう話よ、わかる。だからうーん同じ世代、関信吾、年齢的な世代で言ったら関信吾、野田総理、石川紀之、鮫島さんとか香川さんとかさでしょ。抜群に面白いもん見てて。勝てるわけないじゃん関信吾に。で俺らハゲてくんだよ、じゃあ誰が一番面白いってなるわけじゃん。だからプレイヤーで勝負したら負けるよ。だから木を照らわないとダメなんだよ俺が生き残ってくには。そんな気がしない？するでしょ。いやそう思うでしょ。うん。いいポジションは取ってると思う俺も。いいポジションは取ってると思うけど、要は花形ではないんだよここって。うん。そうそうそう、人間性勝負なのは変わらないんだけど、
どこで能力発揮した方がやっぱ自分の天下取れるフィールド持っておかないとダメだと思うんだよね。うん、瞑想中だよ、絶賛瞑想中。元木大好きだったわ。今日野球選手で元木すごい好きだったわ。奥さん綺麗だし、奥さん、元木の奥さん俺タイプだったんだよ。なんつったっけ、アナウンサーね、超可愛いじゃん、目ギョロッとしてて。ああいう顔好きなんだよ、目でっかいの好きだから。可愛かったよね元木の奥さんね。なんていうアナウンサーだっけ、大神か、大神アナか、すげえ好きだったわ、大神泉アナ。一番好きなアナウンサー未だに変わらないけど中野美奈子だわ。すげえパーフェクトなんだけど、中野美奈子。中野美奈子可愛くない？もう朝目覚ましテレビ見るためだけに起きてた。中野美奈子見たいがためだけに起きてたよ朝。噛みまくってたけど、毎日が放送事故だった。あれ本当に可愛いだけだよね。可愛いよね中野美奈子ね。あやパンと中野美奈子とコム、なんだっけ、加藤愛だっけ、海藤愛だっけ、三強でしょ、うん、どうなってるんだっていう。あやパンそんなに言うほどかっていうのはあったけどな俺。愛ちゃんね、ミッソン マンペロープえ、ミッツマンゲローブさんじゃないの？ニューキャラクターどうもだわ。いや多分セリフ、え、ミッツマンゲローブさんじゃないの？ミッソンマンペローブ、何、ミッツマンゲローブさんのパクリなのか本人のサバーカなのか、ややこしいから、なんか有名リスナーのパクリも出てくんの。いや、いるんだよ。香川さんのところに有名なミッツマンゲローブさんってもう有名なのがいいんだけど、多分、その人のサブアカなのか、その人がキャラが変わったのか、その人のパクリなのかがわかんないわ。もうキャラブレないんだよ、ミッツマンゲローブさん。ミッソマンベローブさんは何者なの？いや、若い頃可愛いってね、うん。そんなこと言われてもね。マンゲの公認のミッソなんだ。パクリではないわ、本人に確認した。じゃあマンゲさんではないのね。マンゲローブさんではないのね。中身は違うのね。その辺がややこしくなると関係性が崩れるから、あなたたちのそのネットの長い人のルールが分かんないから。俺公認なのね、別の人なのね。じゃあ別の人として扱いますよ、ミッソさんのことは。うん、分かった。うん、オッケーオッケー、味噌が好きなのね、分かった、オッケー、よろしく、和道です。うん、徹底してるんだよね、オカマキャラっていうか。のんちゃんに何回か聞いたことあるの、マンゲローブさんってあれ男なの女なのっつったら、謎って言ってた、ずっといるって言ってた。あれはもうプロリスだってのんちゃん言ってた。いろいろいるんだよ、濃いんだよ香川さんのところ。なんか、なんだろう、ラーメン二郎みたいな。あ、闇将軍牛丼させたのミッツマンゲローブさんなんだ。悪いやつだな、さすがだわ、プロリスだわ、プロリス煽ったんだ。いや、ミッツマンゲロ、あ、マンゲローブさん知ってんだ。うん、あ、オカマなのね、キャラじゃないのね。うん、
わかった。めんどくせえな こいつら スナックで働いてたの？ダイナマイトガンも あのさ配信者より面白いリスナー、初見のリスナーが面白くなるパターンやめてくんない？本当に、あの潰しだよこれ、本当にやめろよお前。お前さ、初見でさ、数コメントでキャラ作ってんじゃねえよ、お前。インパクト強すぎるんだよ。商売上がったりなんだよ。だから俺もうこの世界嫌だ、本当に。勝てないってこいつらに。リスナーでこのレベルなんだもん。無理だよ。犬ママはどつ。向いてねえよ、この世界俺。申し訳ないよね、本当にね。面白いんだもん。まあ配信が面白ければいいんだけど、勝負しようっていう気は失せるよね。戦うのはもう放棄するよね。とりあえずこいつらと戦ったら勝てないっていう。いるいるいる。いや、あのね、リスナーが面白いところはやっぱね、面白いよ。これ香川さんの理論なんだけど、あのね、面白いリスナーが5人いたらもうどうにでもなるって。面白い5人を集められるかどうかなの。面白い5人を。あのね、これ、香川さん理論なんだけど、どんなに走ってるコメント欄でも、どんなに過疎でも、5人いたら実は配信は成立するっていうのが香川理論。で、香川さんやっぱ天才だと思う。健康的にふっくらしたっていうかね、あの、捨て頃のために増量してるんですよ、僕は。あの、わざと太ってるんです。だから運動しながら太ったからそう見えるんだろうね。痩せますよ。黄昏清兵衛さんいらっしゃい。札幌の西川正法配信どう思います？やつは生活保護受給悪用の気がしますけど、気がするけれども、実はね、彼は間違ったこと言ってないんだよね。悔しいけど頭が良くて、法律的に言うと彼は何も間違ったことを言ってない。ただ倫理的にどうなのっていうところだと思うけど、いや、腹もボヨンボヨンで、ちょっとジーパンもパツパツで、ちょっとやっぱ痩せたいっすね。痩せたいっすね。もう食いまくってますよ、鬼のように。やっぱ体重重たい方が有利なんで、もうでももうこれ以上太ったらアウトだね。動けない。だからどう思うかっていうか、俺と彼の考え方の違いっていうのは、俺は生活保護を抜けられるんだったら抜けたいってずっと言ってたの。で、西川くんは生活保護最高って言ってるの。抜けなくていいっつって。そこは違いかな。俺はもうガンガン稼ぎたくて、ガンガン稼ぎたくて、やっぱりその生活保護は抜けたかったから、ね、まあまあどうなんだろうね。まあいいんじゃない？彼は彼の生き方で。多分彼が納得いかないって言ったのは生活保護を受けてる人だと思うんだよね。違うのかな。風船ありがとう。だからなんか同業から嫌われてるし、同業から好かれるっていうか、そんな感じはするよな。まあ俺はその生活保護完全マニュアルっていう生活保護のコンテンツやってるけれども、あくまでも自殺とかその経済的な理由で自殺をしたりとか、経済的な理由で困窮してる人を救いたいっていう目的だから、死ななくていいぞっていう、死ぬ必要なんかないぞっていう。いざとなったら国頼っていいんだかなっていう考え方であって、そこをなんかうまく使っていい思いしようっていうふうには考えてない。正直抜けられるんだったら抜けた方がいいと思う。ちゃんと言ってるから。それは俺の個人の考えだから、そう、ベクトルが違うの。生活保護受けてても病むだけだと思ってるから。
本当に抜けられない人で苦しんでる人とかいっぱい見てるから、俺は。まあいいんじゃないの、いろんな配信者がいていろんな考えがあって。まあ間違ったことは言ってないよ、俺が見てる限りは。万人納得してないよ、全然。俺の方が敵多いわ。俺の方が敵多いわ。生活保護に関してはでしょ？っていうのも、まあ、半々買うかもしれないけど、せっかく生まれてきて、俺は生活保護を受けるしか立て直す方法が思いつかなかったんだよ、その当時。だけど、生活保護を受けてね、惨めだったのね。俺の感覚よ。生活保護の人が惨めなんじゃなくて、俺自身が生活保護を受けてて、あんまり、命は助けてもらったけど、ここにいたらいけないと思ってた、俺は。俺はね。落ち着いたかな、どうかな、わかんないな。だからなるべく抜け出したかったし、やっぱりやりたいこといっぱいあるから、そっち側に前へ進みたいよね、やっぱ。進めるもんならね。いいんじゃない？でも、まあ、国が受けてる、国がやってるサービスだから、それをどう行使しようが。日本人であれば生活保護を受ける権利っていうのは持ってるわけだから。好きにすりゃいい。俺は嫌だね。ずっと生活保護なのは。決められた収入、決められた金額で生活しろっていうのは不自由さを感じるから。でもまあ彼はそれが納得してるっつうか、いい生き方だと思ってるわけだから。ステータスに納得できなかった。あ、いや、ステータスいいんじゃない。普通に13万円で食いたいもん食えないんだ。居酒屋飲みたい人と飲めないんだ。着たい服着れないんだ。ただそれだけ、本当に。それをステータスっていうのかわかんないけど、すごく辛かったんだよね。だから変えたかったんだよね、とにかく。ほら、俺スーパースターじゃん。まあ、今の自分にも納得いってないから。ジョン・レノンとかマイケル・ジャクソンみたいな扱いされてちょうどいいぐらいだから。だ、とりあえずそこまで行くよ。いや、本当に本当に。いや、おうじゃなくて。ギャーって、もう街歩いたらギャーって言われるぐらいじゃないと。それやってくれんの、のんちゃんだけだからね、今のところね。ただのコントだから、それ。世界中の人間がのんちゃんと同じリアクションをしてもらわないと困るの。最近ないね。最近ない。昔はね、もうコンプレックス、ギャーっつってね、なんか嫌だな。ギャーなんだ、キャーじゃないんだね。パフェありがとう。自分が嫌になる瞬間、昔はね、自分のこと大嫌いだったね、俺は。本当にコンプレックスの塊だったし、でもね、ある日気がついて、生活水準だから低いよ。13万円に収めてたわけだから。生活水準は高くなかったよ。低かった、低かった。生活保護なんだから。国もっていうか、俺は国の体制は良くないと思ってるの、正直言うと。
国も変えないといけないし、日本人の考え方も変えないといけないとは思ってるんだけど、なんて言うんだろうな、だからその国から応援されるとかどうこうって、俺生活保護に関しては国に納得いってない部分いっぱいあるよ。だけどなんて言うのかな、俺は頑張ってる人がバカを見る国家とか世界が嫌いなの。頑張ってるやつが苦労する、頑張ってるやつが損をする世界が大嫌いなの。俺はそこを変えたいの、頑張ってるやつがいい思いして、頑張ってるやつが結果を出せるように頑張ってるの。これは本気で、能力に差はあるかもしれないけど、その努力をしてたり、その進んでる人間がやっぱりいい思いする社会じゃないと社会は良くならないと思ってる、ズルをする人間が得をする世界、いや出馬政治とかじゃない、意識改革、俺は、出馬とか考えない、システムの問題じゃないから、これは最近気づいた。要はね、政治家にね、国民を幸せにする力なんかないよ、もう俺はもう心を変える運動ですよ、メタモルフォーゼの会会長だから、要は捉え方ね、正しい努力をする、正しい選択をする、正しい人と付き合う、頑張ってんだよ、配信外でもいろいろやってんだよ俺、何の話だっけ、自分が嫌になる瞬間、戻るね、前科者が出れねえもんなって、お前本気で言ってんのバカすぎるだろう。お前勉強した方がいいよ、モンキーズ。何でもかんでも前科者が前科者がって言ってるのお前バカすぎるわ。お前無知だろ。笑うわ、ほんと。お前自分が恥かいて無知の、知らないことを堂々と言えるの恥ずかしいことだからな。ググってこいよ。まあまあ、自分が嫌になる瞬間はありますかって言うけど、ないね、俺は。ない。正直ない。だって俺ロマンチストだもん。夢がなかったら民が滅ぶんだよ。夢がない国で住みたい。俺だから日本嫌いなんだよ。夢なきところ民滅ぶって言うんだよ。お前が何言ってんのか分かんない。どっか行けよ。気持ち悪い。夢とか理想を持たないとダメなんだよ。夢がなくなったら3年以内に死ぬからね。だからハルさん、バカには何言っても通じないんだよ、本当に。バカの自覚がないんだよ。かわいそうな人間なんだよ。もうスルーするしかないね。正解だよね。国民年金制度が基礎年金部分だけで、その部分だけだと生活保護になってしまう。この国の制度がまずいと思う。ベーシックインカムが違うんだよ、助かる性別さん。生活保護がベーシックインカムなの。日本って世界最高水準のベーシックインカムが実装されてる国なのよ。っていうのを日本人が騙されてるのがダメなの。生活保護を受けてる人とか生活保護の人が良くなると思ってベーシックインカム推進してるけど、ベーシックインカム導入してごらん、生活保護の人たち全員死ぬよ。だからもうそれくらい愚民化になってるの。ダメダメ、騙されたらダメだよ。日本はベーシックインカム生活保護なんだから。ベーシックインカム日本語で検索したら出てくるよ。最低生活保障でしょ。ベーシックインカムあるんだよ日本は。いやいや、在日の人とかも受けちゃってるのが問題点ね。物価も上昇する、インフレになるから。だから経済政策としてベーシックインカムを採用するんだったら俺はありだと思ってるんだけど、ただお年寄りとか障害持ってる人とか働く能力のない人は全員死ぬよ。死ぬか、もしくはコミューン化するね。つまりスラム化する。要は寄り添って住まないといけなくなるから、要は底辺層で知識格差も出る、収入格差もとんでもなくなるんだよ。で、要は今の若者ネット民たちが言ってるベーシックインカムっていうのは損をするの誰なのか。で、ベーシックインカム推してる人は全員ネオリベラルの人なの。ホリエモンとかひろゆきとかでしょ。要は能力のない人は死んでくださいっていう思想を持ってる人たちじゃん。そう、俺はそれはまずいと思ってるね。
いや、あのね、違う、向上心を削られたんじゃなくて、働いてる人が損をする。ワーキングプアとか、そう、アルバイターたちが200万しか稼げてないから、これが起こってると思うの。要は、東京の水準で言うんだったら、最低時給1500円ぐらいにすればいいと思ってる。要は、アルバイターとか、底辺アルバイターとかよりも、生活の保護の方がいいじゃんってなってる方が問題なの。生活保護が悪いじゃないの。要は末端労働者がさらに下の生活保護者を叩くっていう図式なのが問題の。だから俺はその労働環境を改善すりゃ働ける人は勝手に働くって。人間なんてそういうもんなんだから。それが問題だと思ってるかな、俺は。あと、国民年金っていう制度と生活保護は比較されてるけれども、それって俺の感覚からすると、もう要は政治家がうまくコントロールしてる、官僚がうまくコントロールしてるってことなんだけど、日本の道路を直すのに、国家予算のうち1兆円とか2兆円使ってます、生活保護2兆円ですっていうグラフが出た時、関係ねえって思わない？関係ないでしょ。日本の、どこどこっていう助成金にこれだけ使ってます。生活保護はちなみにこれくらいですって、比較する意味がわかんない。そう。アホでしょ。年金っていうそもそも制度と生活保護っていう制度と全く別の理論で構築されてるの。だから、なんでこれをよく比較するんだろう。年金払ってるのが馬鹿らしいとか、じゃあ年金をやめようねっていう話なの。俺は年金なんかなくせって言ってんの。年金が悪いことを生活保護が羨ましいということは別の理論だ。それくらいバカになっちゃったんだ。まゆさん、初見さんいらっしゃい。竹中平蔵改革ってやつだね。まさにネオリベラルでしょ。小泉さんとか竹中平蔵いたら絶対ベーシックインカム進めてるよ。そうそうそう。比較自体がナンセンス。っていうよりも、私たちの税金が何々に使われてもったいないっていう発想を国民が持ってること自体危ないことなんだよ。そもそも国って何をやってるかっていうと、ばらまきをやるのが仕事なの。俺、どこにばらまくのかっていう問題だっていうことを国民が理解してないでしょ。そのために税金払ってるわけよ。で、俺は、例えばだよ、みんな。日本人として、同じ日本人で食えない人がいる、困っている人がいる、命に関わる生活金がない、この人たちにお金使います、よくないですか？めちゃめちゃいい制度だと思うの。どんどん使ってくれって思うの。それを叩いてる日本人の方が危ねえと思ってる俺。だってどこの先進国にも生活保護って言われてる制度はあるわけですよ。で、世界水準よりも高い水準で維持をしているわけなのね。で、命が助かってるわけだから、いい国でしょ。もっとね、生活保護の人数が多いのは別のロジックなの。要は、働いてもバカを見る社会を政治家が作ってしまってるから増えちゃってるって問題なの。だから生活保護っていうのと雇用の問題っていうのは実は密接にリンクしてるの。年金とかどうでもいいの。税収の60%何に使われてんの？税収の60%が何に使われてんの？税収の60%何に使われてんの？何に？そう、自己責任、敗者は死ねっていうのが今のメンタリティーの。だから行き過ぎた、要はね、倫理観をなくした資本主義、拝金主義の慣れの果てだよ、もう、本当に。福祉に60%使われてるって、どこのデータ？アニマルさん。そんなに使われてないよ。国家予算の60%を福祉に使われてんの。どういうこと？税金の60%が使われてるの？52兆も使われてんの、福祉に。いや、
え、本当に言ってる？それ。なんで下がったの？ 50 日超と30日超全然違う。適当に言ってるでしょ。認めようよ。適当に言ってるよね。適当だよね。大丈夫？俺そのデータを知らないから何とも言えないんだけど、俺はそのデータないと思うんだけど、日本の税収の30兆とか52兆を福祉に使ってんの？52兆の税収で福祉に使われる予算が30兆？ん？予算は90兆円なのはいいんだけど、福祉に使われている予算が30兆なの？生活保護の、金額で言うと4兆円なんだよ。福祉。いつもお願いしてるけど、主語と述語と伝えるっていう、焦らなくていいから。コメント書くとみんな会話のテンポに合わせようとしたら無理だよ。俺このスピードで喋ってるわけだから、文字打つのってスマホだとパソコンの絶対遅くなるから、それよりもしっかり書いて伝えた方がいいよ。俺のスピードには絶対勝てないから。絶対勝てない。コメントでは。わかる？リアクションの時はいいんだけど、笑とかさ。ゆっくり書いてもらえないと逆にね、話が散らかるんだよ。これね、でもね、ハンニバルさんが言ってくれたのはこれなんだけど、これさ、年金も含んでるでしょ、これ。だから俺ね、政府の嘘つくなっていうところとか、ここなんだよ。もう社会保障に32兆円使ってる内訳を出せよって思わない？だからこの中に生活保護費も入ってるんだろうけど、医療介護福祉32兆大半だろうっていう、多分なんだけど年金にも予算ぶっ込んでるはずなんだよこれ。歳入がこれくらいで、歳出、公共事業で入ってるでしょ。で俺ね、何が嫌かっていうと、10兆円入れてるでしょ。そう、あのさ、俺ね、生活保護とその年金の問題が、なんでかっていうと、みんなね、これ、ハンニバルさん知ってると思うんだけど、生活保護費って、国家予算のうち2兆円が生活費なの。要は90兆円の2兆円なのよ、割合的には。で、医療費が2兆円で、2つが生活保護で4兆円って言われてるけど、俺これ別のグラフで出すべきだというのが1点目。で、生活保護費の、生活保護費はじゃあ生活費に2兆円かかってます。で、年金を10兆に使ってます。これってどう思います？ 5 倍足りない分補填してるんだよ。今現在でだよ。これみんな間違ってるけど、年金って払ってた分を、いや、あるわけだから、ストック分はあるのよ。ストックしてる額はあるんだけど、現時点で足りない分をみんなが補填してるって知ってる？意味わかる？今現在足りない分を国家予算のみんなが払ってる税金の、そう、どう思う？もうやめた方がよくない？だったら生活保護に俺統合した方がいいと思ってるんだけど。
破綻してるどころか今現時点でマイナス。要はみんなが払ってる税金、国家予算の税金の部分あるでしょ、税収の部分の10分の1ぐらいがもうぶっ込まれてるんだよ。そこまでして金持ちに年金払う意味、金持ちにっていうか年金払ってた人が払っ足りてない状態なのに維持する必要あんのっつってんの俺は。だったらそれも生活保護になってくださいよって思わない？そう、アホでしょ、アホ国家なんだよ。なんでそんなことやるのって政治がバカでしょって言ったら、要はばらまいてるんだよ、票が一番取れるから。年寄りたちがこんな国なんだよ、この国って。アホくせえ、バカバカしいよね本当に。っていうのも知らないで生活保護と年金がとか言ってるじゃん。年金の方が負担かかってるんだよ5倍も、生活保護の。なんで金持ちに金をばらまく必要があるの？意味が分かんなくない？分かる？言ってる意味。みんな怒り込み上げてこない？俺怒り込み上げてくるけどね。その政治ってそういうことなの？っていう。自分の票が取れればそれでいいの？っていう。国滅ぶぞ。っていうかもう滅んでるけど。年金は積み立てたお金だと思ってるんだよね。そう、過去の人が払った分をもらってると思い込んでんの。そもそも年金ってそういう制度じゃないからね。だから生活保護の5倍の税金食ってるんだよ今。もう滅ぶだろうね。うん。っていうかもうぐちゃぐちゃだでしょ。こんなこと、政治家がこんなことやってんの。アホだよね。いや、それをマスコミが国民に知らせないって狂ってるよね、さらに。ジャーナリズムとかないのかな？普通に暴動が起きてもおかしくないレベルだと思わない？そんなもんやめちまえよって思うけどね。普通に知ったら。アホだよな、本当に。せめてコミュニティレベル、あのね、俺は国が滅ぶ、要は政府が滅べばいいと思ってんの。国って国民だから。だから日本人が死ぬわけじゃないじゃん、コークさん。だから文化とか俺らが国だから、俺らが生き残るから。俺らが死にたいとか根絶やしになるっていう思想じゃない。日本政府がもういなく一回滅べばいいと思ってる。もともとは積立金だったね。だからさ、ばあちゃんが年金はいいぞって言うのよ、年金払えって。私の頃は200円払ったら今7万円もらえてるっつってんのよ。そればあちゃんねって。いや、そればあちゃんはいい思いしてるよって、みんな分かってるんだよって。最初200円から始まって2000円とかに上がっていったんだけど、大した払ってないんだよ本当最初は。それはいいに決まってるでしょって。今6万7万もらえるんだからって。そう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 。俺年金なくなると困る。大丈夫だから生活保護があるよって言ってんの、うん、そう、不平等なんだよ。あ、そうだよ、物価は高いよ当時の200円は、うん、いやだからそのキャピタリズムのドキュメンタリーとか見てると面白いんだけど、結局そのバブルって何なのかとかさ、あの資本主義って何なのかっていうところを突き詰めると、時間の前借りをひたすらずっとやってるんだよね。時間の前借り、要はなんて言うんだっけ、あの株とかさ、 FX 証拠金入れるのなんて言うんだっけ、あの倍掛けできるやつ、レバレッジか、レバレッジとかさ、なんだかんだ新しい名前をつけてるけど、時間差、地域格差、為替とかいろんな方法を使って、そのお金がお金を生み出す仕組みを金融って作り続けるわけよ。
で資本主義がもう行き過ぎててもうどうにもならない。俺はそれの慣れの果てか、俺はビットコインだと思ってんので、ビットコインも破綻したでしょ。だからもう限界だよ、やっぱり資本主義の。いや名前が変わってるだけなのよ結局。いやだから何がしてないのか分かんないから俺が喋ってる間にハンニバルさんがしてないっていうコメントが俺に反映されるまで俺5個ぐらい喋るんだって。だからどこがしてないのかが分かんないんだってだからビットコインは破綻してる、してるしてる、うん、ビットコインはしてるっていうよりも破綻する。あのどう考えても、ただ生活するなら、いやビットコインも持っていいと思うよ。ただそのビットコインがなんでダメだっていうのはもう明確なの。簡単に言うとビットコインの仕組みはいいよ、ビットコインが良くなる、ビットコインなんだかんだっていろんな理論を聞くんだけど、別に持ってたら持ってていいの。ただねハンニバルさん、日本人で俺ビットコインっていう言葉を知ってる人がこれだけいて、ビットコインを使ってる人を見たことがないの。ハンニバルさん使ってる？使ってる？ビットコインでお買い物してる？ビットコインで取引してる？要はこれが投機目的の投機だ。俺が言いたいのはここ。政府通貨破綻するけどね将来的に。年金は、だから正しく運用されて、正しく運用、ビットコインの他のコインっていうのは何、具体的に、あの正しく運用されて実在があって使われてるんだったらいいんだけれども、今はお金がお金を生み出す仕組みで使われてるでしょ、うん、モナコインで買い物してんの、うん、だけどその投機じゃんメインは 99% の人は。だから俺は この構造が良くないっていうところ。だから結局資本主義の慣れの果てっていうのはここなのよ。つながるでしょ。だから別にそれが好きだったらそれでいいと思ってるの。別にそれ儲かるからやってるんだっていうところだったら別にそれでいいんじゃんっていう。ただ生活するなら生活保護があればいいけど、貯蓄して将来沖縄に家買って年金で補充しつつ暮らしたい。あー、俺はね生活保護の仕組みを変えないといけないところはあるとは思うけど、いやいや春さん別に変わんないよ。年金でもらえる金額と生活保護でもらえる金額って生活保護の方が多くなるはずだから。で生活保護になっても家を買うことはできないけど、あの沖縄で生活保護を受けることはできるからね、うん、資本主義で平等なんかありえないわ。っていうか人類史で平等なんかありえてないね、うん、要は年金じゃなくて政府にした方が国の効率はいいけど、生活の幅と選択肢を狭めることは、いやだから俺は生活保護の枠っていうのを無条件に、申請制じゃなくて無条件に配ってさ、決めないようにした方がいいと思ってる。で収入が増えたら勝手に抜ける仕組みすればいいの。要は今の日本の生活保護がベーシックインカムいいって言われてるのなんでなのかっていうと、勝手にばらまかれるから叩かれないからっていう理由だけなの。だから俺はその生活保護制度を変えて、名前をニューベーシックインカム、ベーシックインカムとかでもいいから名前を変えて、生活保護自体がベーシックインカムなんだっていう認識を持ってたいの。そうでも勝手に配る、強制的に配る。だって税金は強制的に取ってるわけだからでしょ。消費税も勝手に強制的に取ってるわけでしょ。だから強制的に振り込めよ政府がと思わない？うん。でもう勝手にあの収入が上がったらって管理できるんだから思うでしょ。だから結局倫理的な問題なの。他人から叩かれないかなっていうところだけがネックになってるの。でもそういう理由でベーシックインカムを採用してしまったら損をするのはあれだよ、困ってる人なんだよ、うん、だから騙されたらダメだよ。本当に問題があるのは年金の方じゃないっていう、うん、
深刻性なのがおかしいんだよ。いや、それはね、はるさんね、なんでね、これを強く言ってるかっていうと、わかるんだよ。年金派なんだよ、今はって。でも今これだけ問題、要は生活保護よりも5倍も財務がかかっている状態で、国が破綻している状態なわけですよ。もうぐちゃぐちゃな状態で、それでも年金派って思ってる人たちがいっぱいいるんだよ。やばくないって言ってんの。それやばいよ。だからみんなが年金派だと思ってるからこの仕組み続いちゃってんだもん。だから問題あるところにテコ入れするっていう発想を持っていかないと国は変わらないから。つまり年金派だ、現状維持で OK だっていう風になればなるほど日本がダメになっていくっていう風に考えた方がいい。っていうか俺は現時点でマイナス10兆円かかってる、破綻してる仕組みだと思ってるから。株でって言ってもさ、それもさ、あのぐるぐる政府国内で回してるだけじゃん、日本の経済って。あと俺どこだっけな、あのさ、非上場になった会社どこだったっけ、最近すごいでっかい会社、非上場になった会社どこだったっけな、東芝だったっけな、あの半導体ビジネス強いところがさ、あの4年ぶりに黒字っていうニュースが流れて、いいことみたいに書いてたんだけど、4年ぶり黒字になりました、パチパチ、東芝だよね、パチパチパチ、よかった東芝すげえ復活だみたいな、いい感じのニュースで書いてたけど、思いっきり黒字の半導体ビジネスを売っただけだったので、その売ったお金の計上したら良くなりましたって言ってるけど、一番手放してはいけないところじゃん東芝が。もう日本の経営者大丈夫って思わない？大丈夫なの、こんなことやってて。東芝だったっけ、半導体の部分って。そう、虎の、そう、なんかお腹が空いたから自分の手足食いましたみたいな話じゃん。いや、何が残るのっていう。だからもう赤字の会社ばっかり残してるでしょ。すごいよね。それで日本ではいいニュースなんだみたいな、黒くなればいいんだみたいな、すごいよな本当に。エレベーターがあんの、一番大切な部門を売っ払って喜ぶっていう。あ、そうそう、あのね、そう、資本主義って何なのかっていうと、不安と欲望の2つで成り立ってるの。だからね、これね、性悪説で成り立ってんだよ、実は資本主義って。なんでお金を貯めるのかっていうと、不安だからの。だから、あのゆりかごから墓場までの北欧の国とかって不安がないから金バンバン回るの。すごいでしょ。不安が あるからお金貯めるんだよ。よくよく考えたらお金貯める必要なんか全くないんだよ。まあね、役員費は会社が定年まで保てばいいから。冷静に考えたらさ、別にお金貯める必要なくない？なんかある。不安だからでしょ、みんな将来が。バブルの頃なんか不安なんかなかったから、バンバン使ってたわけじゃん。むしろ借り入れてまで使ってたわけじゃん。だから実はね、あのないんだよ。普通に働いて食える分やって、ぐる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 回ってたら普通に子供も生まれるし、
回るんだよ。いくらだっけ？日本の現金の700兆円だっけ？700兆円止まってるんだよ、現金で。笑わない？若者が子供を産めない、結婚できない、働いてもって。現金の保有資産に日本世界一だよね、確か。合ってない？合ってるよね。700兆円だよね。で、株とか金融資産含めると、現金のみかな。現金のみで700兆円。株とかの資産含めたら1400兆円だったと思うよ。確か。そう。で、その余ってる現金の資産のうちの70%が60歳以上で、みたいな。すげえ偏ってて。実は日本って平等な、世界の先進国に比べて平等な国なんだよっていうのが嘘だっていうのが最近めくれてきてるの。タンス預金っつうか、一部の老人の金持ちがめちゃめちゃ持ってんの。株とか金融資産とか不動産とかいろいろ含めると1400兆円。で、現金が確か700兆円ぐらいだったと思う。だからそれを知らないじゃん。そう。皮肉だよね、ともちゃんね。80歳の年寄りが老後のためっつってね。その前にお前の孫とか息子とか今大変なことになってるんだけど、みたいな。子供産めないんだけど、みたいな。いや、マジで狂ってるでしょ。いや、本当に、いや、本当に本当に。で、その70歳、80歳の年寄りに年金が足りないんで、若者から、働いてる若者から税金バンバン取って増税して、で、それを10兆円年金配ってるっていう狂った国なんだよ。バカだろ、本当に。バカすぎるでしょ。何考えてんの？みたいな。おかしな話じゃなくて、俺本当に狂ってるだけだと思ってるよ。で、知らないからみんな忙しくて、さらに働かせて残業とかやろうよっつって、ニュース見る時間なくして、マスメディアも、マスメディアの仕事なのにこれ言わないで。いや、もう半端じゃないでしょ、もう。何が10兆円どころじゃないの？いや、おかしいでしょ。いや、ほんと狂ってるよ。あ、そうそう、タクシーの話なんだけど、東京さ、今ワンボックスみたいなタクシー流行ってんの知ってる？スライド式のタクシーになってきてんの知ってる？トヨタの車。あれね、2020年までに全部、東京のタクシー全部あれに変わるよ。今のセダンのタクシーなくなるよ。ガラガラって開ける、なんか BB みたいな車に変わる。この間乗ったでしょ？もう変わる。全部があれになる。それトヨタの独占なんだよね。そう。最近増えてきたでしょ？あれに全部切り替わるよ。国がまあそういうところに税金使ってんだろうけど。運転手は微妙らしいよね、なんかね。俺も運転手さんに聞いた。千葉でも見かけるんだ。いや、俺広くていいよ。いや、違うでしょ。だから、事件が多いからとかじゃない。助成金でしょ。いや、だから、アベノミクスってやつだよ。トヨタが儲かるように頑張ってるんだよ。まあ、俺は好きだね。いや、燃費はいいんじゃない？トヨタだから。これがアベノミクスってやつよ。ひろゆきがツイッターで書いてたあれが面白かったな。例えばさ、日本って景気が悪くなってるって思い込んでる人いるけど、日本の企業の GDP って成長を続けてるわけじゃん。で、何が問題なのかっていうとさ、企業の利益率はずっと上がってて、企業は利益生み出し続ける。一部の会社は悪くなってるよ。だから国全体としては企業の成長率ってずっと上がってるって知らないよね。バブルが崩壊してからみんな悪くなってると思ってるけど、会社自体は良くなってんの。ただ給料が上がってないっていうのが問題なのね。だから庶民が
景気が良くなった感じがしないの。企業時代をずっと成長して溜め込んで、そう、内部保留、内部留保か、内部留保し出るだけっていう。だからそれがさっき言った不安だから、将来不安だからっていう理由なのよ。だから思い込みから来てるんだよ経済ってっていうところなんだけど、日本って良くなり続けてるのになんで停滞してるように思えるかって言ったら、給料が停滞してるからっていうだけで、今度役員とか会社とか株持ってる人たちの株価がバンバン上がって資産がどんどん膨らんでいくじゃん。なんか格差が広がっていってるって、もうぐっちゃぐちゃだよ。そう、長引く不景気とか大嘘、大嘘。いやもうひどい国だよ本当に。豊かな国だけどもう本当にひどい国だよ。だからマスコミがクソすぎるよね本当。ジャーナリズムないのかねこの国は。でそうだ、ひろゆきがツイートしたのが面白かったのが、個人のお金を使える能力計算でいうと日本ってね、何位って言ってたっけな、ひろゆきが30何位とかじゃなかったっけ。そう、実は全然、そう、個人の支払い能力、購買力みたいなので計算すると全然低いの、30何位の。日本人は給料交渉しないからちょろいって知り合い、だから権利を持ってるっていう発想がないんだよ。アメリカ人とか必ずやるじゃん。昔の日本人春闘とかやってたじゃん。給料は待ってれば上がるもんだって考えてんの。アホだよね。上げてくださいって言うまで上げるわけないじゃんね、経営者がね。だからもう愚民家だよ本当に。教育からもう洗脳が終わったんだよ。当たり前の権利を行使しないんだよ、給料上げてくださいって。ストライキもしないでしょ。だから黙って働いてくれる奴隷だよね、うん、いやすごいよ本当に。めちゃくちゃだよ本当。最低時給底上げするだけでだいぶ変わると思うんだけど、そうすると中小企業の社長が俺ら払えねえよって言うんだけど、大丈夫、それ税金で賄おうって話だからっていうの。だからばらまく金額なんてたかが知れてんだから、お金あるところからお金少ないところにばらまくのが普通の国家の考え方なのに、お金ない人から取ってない人をいっぱい作ってって、これさ、もうさ、ワンピースの天竜人みたいな話でしょ本当に。そう思わない？だから昔はさ、貴族階級がありました、市民がそれを打倒しようっつって民主主義が始まったわけじゃん、戦争を起こして。で貴族なんていらないってやったわけじゃん。今立ち悪いぜ。昔は貴族だから敵が見えてるわけだからさ、あいつらぶっ殺したらいいよ、ここをぶっ殺せってやってたわけじゃん。今敵が誰なのか誰も分かってないからね。とにかく不安、とにかく給料少ない、敵が分からないっつってんの悪いよね。やばくない？ハンニバルさん風船ありがとう。ちょっと和道の GDP 低いよ、花火ゼロ発だよ。ちょっとみんな助けて。お金持っていいの人いない？株価上げて、株価6月入ったよ。ちょっとアイテム、お気持ちアイテムいただけると嬉しいです。赤字赤字、うん、昔バイトしてた時にお金のことって聞きにくいからとか言って給料についてずっと愚痴言ってたやつ思い出した。アホだね、うん、あ、ありがとう和道ピーっつって、ありがとうございます。パフェありがとう。みんなチップでいいからお気持ちはちょうだい。うん、なんか一部の花火師に負担させないで、みんなで守ってお気持ちね、お気持ち。さすがに維持できないよ。バブルの時は最高税率、所得税 80% ぐらいだった。まあいいんじゃないの、全然お気持ちでいいです。稼いでねえよ100万。稼いでねえよ、うん、ありがとう風船ありがとう。サラリーマンじゃねえんだからお前、一枠お前2時間喋ったらお前150円かかってんだよ。150円以下だぞ、頼むよ本当。俺も食ってかないと続ける意味がねえんだから。
給料な。だからもう俺思うんだけど、やっぱ終身雇用制度が崩壊してるから、やっぱもうみんな自由業やるべきなんだよね、今の時代に沿ってやる。だから竹中平蔵改革とかさ、小泉政権の時に考えたのってさ、株式会社の敷居を下げたわけじゃん。で、国民全員が株を持つんだっていう考え方であれをやったわけでしょ。ありがとうクラッカー、ありがとう、サンキュー。そうそう、塵も積もれば山となるんだ。全員がバーガーとかハートとか風船とか投げてくれたら、別に花火がなくても維持できる。守ってこの放送、頑張るから。そう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 。だけど要は国民が追いついてなかったんだよね、もう10年以上経ってこの状態だから。だから本当はね、起業するリスクとか減ってるから、もうリスクなんかないじゃん。起業リスクなんかなくなった。昔1000万とかさ、有限会社300万とか必要だったわけじゃん。コクさん、ありがとう。だからすごいいいことなんだよ今の状態は。だからまあ雇用っていう概念じゃないじゃん。だからネオリベラル、要は能力の高い人は勝手にいい思いして、能力の低い人は死んでくださいっていう政策だから。ありがとう風船、ありがとう。ちょっとだけど、それってもう国の意味あんのって思わない？それってさ、もう勝手にやった方が良くないって思わない？富の再分配の機能がないとやっぱやばいと思うけどな。なんかうまいことできないのかね、いい機能はないのかな。なんか夢のない時代だよね、剣断面ね。ジュース代ありがとう、山さん。うん、移民に取られはしないでしょ。うん、要は新しい奴隷を、日本人がちょっと賢くて働かなくて生活保護を受けるから新しい奴隷考えようって発想でしょ。移民大国になっちゃったからね日本が。いや、儲からなかったら移民も来たくないよね。マッタン、ありがとう。バーガー、ありがとう。そうだよ、だって食糧飢餓の問題って投機だけでしょ。実は100億人ね来るって言ってる時代なのに、食糧の問題解決してるからね、カロリーベースで言ったら。まあ日本はね、特に食糧廃棄の問題があって捨てまくってるから、実はそこ日本がクリアしないといけない課題だと思ってるんだけど。ありがとうございます、ハート花火ありがとう。バブルが来たよ、バブルが。一発目の花火ありがたい、ありがとうございます。頑張りがいがあります。もっといい話ができるように頑張るね。うん、ありがとう。今月一発目の花火ですから、記念すべき6月1日1時1分花火をいただきました。ハート花火は普通の花火と一緒、500円入る俺に。ありがたい、ありがとうございます。嬉しいね、ありがとう。パチパチありがとう。第一、記念すべき第一花火、今日安心した。喋、うん、っててよかった。世界の人口は増えすぎね、もうちょっと矛盾するんだけど、ハンニバルさん、日本の人口は俺2,000〜3,000万人ぐらいでちょうどいいんじゃねえかと思ってる。内需がちゃんと回るバランスっていう。で、他の国とかもとんでもないことになってるから、自滅するんじゃねえかと思ってるね。
ただもうグローバル社会なわけじゃないっていうかね、面白いよね。貧乏な国ほど人が増えるってこれ面白いよね。で、先進国、国が成熟していけばいくほど人口って減るんだよ。ただゆっくり緩やかに減ったり緩やかに増えるのはいいけど、もう爆発的に減ったり爆発的に増えたりしてるから、ちょっとそれは怖いなって、歪みみたいなものが出てきてるから、ハートありがとう、ハルさん。まあまあまあ大変な時代だよね。俺は人間は減った方がいいんじゃないかなとは思ってる。結論は減らすべき。結論はね。ただ減らす増やすっつってもね、どうなんだろうね。日本は減らすべきって言って1970年代に政策を打って成功したんだよね。薬が効きすぎたんだよね。こんなに減ると思ってなかったんでしょ。でも人口が爆発してるから、実は限られた資源とかに投資をしたら価値が相対的に増えるはずなんだよ、俺の考えだと。だから金とかプラチナってまだまだ値段が上がるはずなんだよね。俺、人口の世界的な人口の伸びと金とかの価格を比例するとそんなに変わってないから、俺は金とか持つのありなんじゃないかと思ってんだよね。でもまあまあ、俺はプラチナの方がいいんじゃないかと思ってるんだけど、レアメタル系とかさ、もう埋蔵が限られてるような資源。ただ頭が悪いからどれ買ったらいいのか分かんないっていう。頭が悪いからっつったらいいっつった俺。自分で何喋ってるのか分かんなかった。でもさ、俺さ、ゴールドとプラチナの時にさ、プラチナの方が工業的に使われてるし、プラチナの方が埋蔵量が少ないんだよ。なんでゴールドの方が高いんだろうね。だからさ、なんだっけ、ケインズの美人投票ってやつだっけ。あれ面白いよね。本当に美人だと思う人に投票してくださいっていうゲームをするじゃん。そうすると自分が美人だと思う人に投票するんだよ。だけどケインズの美人投票、ケインズで合ってるかな、ちょっとごめん、頭はもう眠いからあれなんだけど、この中で一番に選ばれた人に賞を選んだ人に賞金与えますっていうルールに変えると、美人でも何でもない人、要はこの会場にいる人たちは誰を選ぶのかっていうゲームに変わるじゃん。でも株とか FX ってそういうことでしょ。だから本当に価値のある人に1位を与えるんじゃなくて、1位になるんじゃなくて、全く価値のないものが1位になったりするわけじゃん。俺はだからビットコインってそういうもんだと思ってんだけど、プラチナは作れんの？いや、多分八王、俺の話理解してない。八王のそのコメントを読んでる限りだと、俺の言ったことを今理解してない。残念ながら分かってないでしょ多分。作れないのはゴールドだけなんだ。だからさっき言った AKB48 の当選だと普通の美人とか、要はまあ、あれは普通の美人決まるわけじゃなくてお金持ちが勝つ仕組みなんだけど、まあまあいいじゃん。で AKB48 の1位になれる女の子は
1位になれる、どう説明したらいいのかな。AKB40、どういう理由だ。人が美人だと思う人に投票するっていうんだったら普通に美人コンテストじゃん。だけど株の仕組みってそうじゃないのよ。みんなが美人だと思う人は誰だ、自分が美人だと思う人に投票してくださいじゃなくて、世界中のみんなが1位だと思うところに投票したらお金もらえますよっていうゲームが株とか投資の世界の。っていうふうに考えると、自分が好きだ、自分がこの会社に投資したいっていう理由で投資するわけじゃなくて、周りは、世界はこう、ここに投票するだろうなっていう理由で投票するようになる。だから本当の美人が選ばれなくなるでしょ。そうなると。だから無難なものに変わるっていう。AKB で説明するにはどうしたらいいんだろうな。でも AKB 全員ブスだからな。話がごっちゃになってきた。ぐちゃぐちゃになってきた。マリコマリコっつって マリコ推しなんだ。これか。ケインズの美人投票、他の投資家よりも同様の判断に従う場合、自分自身の判断より他人の行動の推測が重要になってくる。玄人の投資は、投票者が100枚の写真の中から最も容姿の美しい6人を選び、その選択者が投票者全体の平均的な好みに最も近かったものに賞金が与えられるという新聞票投票に見立てることができる。これの話だ。ネムとかいう詐欺コイン230円から今25円。でも経済ってこういうもんだから。野村証券に書いてあるね。だから自分が美人だと思うものに投資をするんじゃなくて、みんなが美人だと思うものに投資をするっていう考え方。つまり美人が選ばれるとは限らないっていうのが美人投票。俺もマイニングしてる。花火の花火師さんを探してる。俺もやってる、マイニング。花火師さんをふわっちっていう鉱脈から花火師さんを探し出すっていうゲーム。そう、炭鉱夫。同業。ただね、コンピューターじゃなくて、俺は人の心を使ってマイニングしてる。そう、響いたら花火が上がると思ってるから。響かないと花火が上がんない。どれだけ響くか勝負だから、こっちは。コンピューターのスペック関係ないの。こいつにお小遣いやるかっていかに思わせるかだから。激しいっていうか、本当のことじゃない。だって気に入られたもん勝ちでしょ。和道かわいい、和道にお小遣いあげるってだけの理屈じゃないの。他の全員も全員、てるくんかっこいいとか、アイラさん素敵、お小遣いあげるってだけでしょ。
可愛がられたもん勝ちじゃん、この世界。だ可愛くないんだろうね。170人のうち1人は可愛いと判断しよう。で、169人が可愛くないと判断しよう。響かない今の。可愛いでっつって、可愛いでしょ、もっと可愛がって、うん、そうそう、見方を変えたらめっちゃチャーミングだから、可愛がってなんぼだからね。へってやめて。そこはノーでいこう、ノーで。170分の1の可愛さを持ってるからね。素敵でしょ。アイワードツエ、なんかさ、俺さ、こう変な話なんだけど、海外のサイトって可愛い順番に閲覧が並ぶのよ。あの可愛い子ほど上に行くの、人が集まるの、海外のサイトって。アジアもアメリカも YouTube も。日本のサイトってなんでこうなるの？ブスしかいねえじゃん。なんで？可愛い子下の方、ほら下の方行くと可愛い子いるんだよ。なんか日本人歪んでるって。ブスしかいないんだって、上の方に行けば行くほど。おい、誰がブスだよお前、誰がブサイクじゃん。うん、結構上の方にいたわ俺。やめとけ、誰がブサイクじゃんこら、うん、汚ねえじゃない。結構上の方にいたわ、びっくりした。ブーメランが、特大ブーメランが刺さったよ。ディスをしようと思ったら自らを傷つけてしまったよ。誰がブサイクじゃ。これでもだいぶ良くなったんだ。てかフワッチほんとね、綺麗どころ全然受けないよね。何なんだろうこれ。やっぱブス見たいのかな。ブスを囲ってるのって女だよね。可愛い可愛いっつって、狂気だよ狂気。狂ってるよ本当に。何々ちゃん可愛いっつってブスを褒め殺して、うん、本当に歪んでるよ。あー、おすすめ欄ね、入れ墨見本市で、ね、なんだろうね、アウトローの人は配信って最も程遠いものだと俺は考えてたから。あ、ポテトチップス始まったんだ。ポテト、ふわっちポテトチップス始まってんのか。やる？ワードカード欲しい？みんな切り替える？ヒロさんいらっしゃい。ふわっちポテトチップス、俺のカード欲しい？みんなポテチになるんだよ俺が。ポテチやる？ポテチ、ポテチやる？じゃこれで一回枠切って次枠行くか、うん、ポテチを取りに行こう俺も。ポテトのカード、ふわっちポテトチップスがっていうイベントをやってんの。ポテチは買えないって、配られるって、リスナーさんに。じゃあ次枠行きます。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様です。次枠行きます。無料アイテム投げに来てね。